皆様こんにちは。日本語地球カフェの時間です。私はカフェの店長の宇沢です。よろしくお願いします。この番組は海外で日本語を教えた経験のある方をお呼びして、あれやこれやをお伺いする番組です。今回も第1回に引き続き澤智子さんをゲストにお迎えして、太平洋に浮かぶ島マーシャルでのお話を伺いたいと思います。それではパーソナリティのラリーさん、お願いいたします。この番組は海外日本語教育学会の提供でお送りいたします。皆様こんにちは。前回は澤さんにですね、マーシャルという国どんな国なのかというのをいろいろ教えていただきました。本日はそこで澤さんどんなことをしていらしたのでしょうか。いろいろ伺っていきたいと思います。本日もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。澤さんが言っていたマーシャルという国なんですけど、日本語教えに行ってらしたんですよね。はい、そうです。どんなところで教えてらしたんでしょうか。はい、マーシャルでは国立の短期大学が一つだけあって、コミュニティカレッジなんですが、そこで第二外国語として日本語を教えていました。で、学生の多くは18歳ぐらいから20歳ぐらいなんですが、社会人を経て学校へ入学した学生もいます。で、マーシャルでは他に2つの高校で日本語クラスを行っていたんで、寄修学習者も稀にいますが、ほとんどが日本語未修の学習者です。で、寄修学習者でもひらがなが書けない学生が多かったので、英語を使いながら教えていました。マーシャルの公用語というのは、マーシャルの公用語はマーシャル語と英語で、小学校から英語を勉強していますから、学生は私よりも英語が上手です。はい。じゃあその日本語を教えられるときには英語を使いながら教えてらということなんでしょうかね。はい、そうですね。わかりました。どうなんでしょう、その言語を勉強して、例えば日本語を勉強して日本語を使って仕事するとか、日本語を使って何かこう国によっては例えば、ガイドになるとか、こう具体的なこうイメージを持ってこう日本語を勉強するとかってあると思うんですけど、マーシャルだとその辺はこう日本語を勉強する動機というか、何がそれになるんでしょう。はい、大学、短期大学の第二言語としての日本語教育ですから、はい、どちらかというと異文化理解の要素が強くて、学生も挨拶ができる程度の日本語レベルで満足してしまうことが多いですね。異文化理解の要素というか、皆さんが日本語を勉強しようと思う動機は？はい、で、日本語クラスの初めにどうして日本語を勉強したいですかというアンケートを取りますと、日本のアニメが好きだからという答えも多いんですね。今はオンラインで日本のアニメを見ることができますから、マーシャルの学生たちも最新のアニメを英語で見ていますから、アニメの人気が高いです。あともう一つとても興味深いことが、日本にルーツがあるからと答える学生がとても多くて、最初はびっくりしました。日本にルーツがあるというのはどういうことなんでしょうか。はい、調査が行われたわけではないんですが、このミクロネシア地域の人々の約 20% ぐらいが日本にルーツを持つのではないかと言われていますから、そのようなアンケート結果が出ることも納得できますよね。ミクロネシア地域の人々の 2割というと結構な人数だと思うんですけど、それはどうしてその、日本のこうルーツがあるというふうになるんでしょう。はい、このミクロネシア地域というのはパラオ、ミクロネシア連邦、マーシャルを含む地域なんですが、この地域一帯は第一次世界大戦後から約30年間ぐらい日本の委任統治領となっていた時期があったんですね。はい、はい、その時代にこの地域は南洋群島と呼ばれていて、
日本から多くの移民者が来て現地の女性との間に子供を設けていましたから、その、うん、そういった意味で今も日本にルーツがあるという方々が多いんですね。でその、それは、第一次大戦後の時ですよね。でその後はどうなんでしょう。そうですね、あの第二次世界大戦の際にアメリカ軍がこの地域にやってきて、日本人の移民の人たちは日本へ引き上げることになったんです、その一方で現地の女性とその子どもたちは島に残されてしまったため、その人たちは今こう4代目ぐらいになるんですが、そういった方々が日本にルーツを持つ方ということになって短期大学で日本語を勉強したりしています。あ、それが日本にルーツを持つ人たちという意味なんですね。はい、そうです。わかりました、ありがとうございます。というのはその例えばじゃあ日本が統治していたというのこう名残のようなものっていうのはありますか。はい、日本の統治時代に学校で日本語が教えられていたり、多くの日本人が暮らしていたりしたため、マーシャル語の中に今でも日本語が語源の言葉がたくさんあります。例えば編み物とかですね、編み物っていうとあの、日本語で言うといわゆるこの毛糸とか何かでこう編んだものっていう意味だと思うんですけど、それと同じ意味ですか。残念ながら系統はマーシャルには残念ですねそうですよね、暑いですもんね、はい、あのマーシャルで系統はあまりないので、マーシャルではココナッツがたくさん、ココナッツの木がたくさんありまして、その、はい、まあ、樹脂というかそういうものを乾燥したもので編み込んだ民芸品があります、それをマーシャルでは編み物と呼んでいます。じゃあ、 あれですかね、こうお土産買おうと思ってお土産屋さんに行くで編み物くださいっていうのがそういうの、そういうこう民芸品が買えるってことですね。そうですね、あの編み物にはカゴのバッグやあとはうちわと装飾品のピアスとかネックレスといったものがあって、お土産としては大変人気があります。わかりました。他にはどんな言葉がありますか。他にはあのそうですね、まんじゅうというのは日本でいう肉まんのようなもの、でたくあんというと大根のことですね。たくあんというのはあの漬物のたくあんじゃなくて大根。はい、そうです。大根、じゃあそういうのが言葉としてやっぱり残っている。それがあの、まあね、先ほどからあの教えてくださったその日本にルーツを持つというところがこの辺に残っているということですね。はい、ありがとうございます。はい、まあ、その学習の背景というのがこうなんとなく理解できたんですけど、どうでしょう、澤さん、こう実際に教えていて、学生さんとのこう何か思い出ってたくさんあると思うんですけど、何か一つ楽しい思い出を教えていただけますか。あ、はい、ちょっと楽しい思い出とは違うかもしれないんですが、はい、あのマーシャルの学校で最初に一番衝撃を受けたのは、あの学生が眉毛で挨拶をすることです。ちょっと待ってください。眉毛で挨拶。眉毛ってあの顔の眉毛ですか。あ、そうです。眉毛を上下させて挨拶をしていたんですね。はい。で、まあ、あのそれを最初に見たのはクラスの中なんですが、挨拶ではなくて初めて日本語のクラスを行った時に学生にあの呼びかけた、質問したりしても返事がなくて、どうして返事がないんだろうと、英語で言っていても返事がなかったんですよ。でじーっとこう学生を見ていると眉毛が上下に動いていたんですね。でそれで、あ、この学生たちは眉毛で何かをこう合図してるんだと思って、それで、あ、マーシャルの人たちは眉毛でこう会話をするというか、そういうことに気づいて、外でも学校の外でもマーシャルの人を見ていると日本人が会釈をするように眉毛を動かして挨拶していることに気づいたんです。それはじゃあ日本人のいわゆるこう会釈と同じ意味、はいとかそういう感じですかね。そうですね、はいとか、まあ、こんにちはみたいな、どうもみたいな感じでしょうか。澤さん、でもそれじゃあ向こうにいらして どうしたんですか。
あ、私も、はい、その眉毛でこう挨拶することに慣れてしまって、今ではかなり眉毛が上手に上下に動くようになりました。すごい。じゃあそれはあれですかね。みんな外に出るとみんなそういう感じ。じゃああんまり言葉とかそういうのではなくて眉毛で挨拶をする。そう、言葉でも挨拶をしますけれど、あまり大きな声を出すっていうことが、まあ、そのなんていうんですかね、エチケットとして良くないっていうふうに、一般的にマーシャルの中ではなっているようで、で、まあ、静かに眉毛で挨拶をする。なんか、でもよく気がつきましたね、それ。あ、でも本当に、あの、綺麗に動いてたんで。教室のクラス何人の、その最初に教えたクラス何人だったんですか？10人ぐらいだったでしょうか。10人ぐらいの学生の眉毛が動いていた。まあ、呼びかけていたのは数人だったので。なんかすごい、ちょっとこう考えると、うん、はい。すごく、いや、すごいなと思ってちょっと思いました。はい、ありがとうございます。面白いというかね、日本教育とそのマーシャルというのが、なんかその戦争を背景にしていろいろこうあるんだなというのがちょっと今分かったんですけど、もともとなぜ澤さんはマーシャルに行こうというふうに思われたんでしょう？あ、私はあのマーシャルという国を初めから希望していたわけではなくて、はい、あのボランティアの派遣先の中にマーシャルをまず見つけたんですね、うん、でマーシャルって聞いたことがない国だけど、どんな国だろうと思って、この他の人が行ったことがない国に行ってみたいと思っていたので、この未知の国マーシャルをとても魅力的に感じました。お、はい。でちょうどその頃大学院で研究のテーマを考えていたので、うん、マーシャルという日本人があまり知らない国でどうして日本語教育が続けられているのかということを調べたいと思いました、うん、まあ、最終的にはそんなこう思いが面接でも通じて、うん、JICA ボランティアとしてマーシャルへの派遣が決まりました。わかりました、ありがとうございます。ありがとうございました。マーシャルでのその日本語教育の様子を伺ってですね、私はもっとこう太平洋全体の歴史について知りたいというふうに思いました。あの澤さん、後で、私が読んで、あ、この本読むといいよという本があればぜひ教えていただければというふうに思います。本日は貴重なお話ありがとうございました。次回はこのマーシャルでの経験が、まあ、現在澤さんですね、どのように生かされているのか、そのあたりを伺っていきたいと思います。本日はありがとうございました。ありがとうございました。ラリーさん、澤さん、ありがとうございました。マーシャル人の眉毛でのコミュニケーションの話、面白かったですね。また一方でマーシャル語の中に日本語が残っていることや、自分の祖先が日本にルーツがあるという理由で日本語を勉強する学生がいるっていうこととか、なんかかつての戦争の影響が遠い遠いマーシャルでもなお残っている現実に驚きました。実は私の祖父、おじいちゃんも戦争で太平洋の島で亡くなっているらしいので、遠い遠い国のマーシャルがなんだかとてもつながりのある場所に感じてしまいました。概要欄には澤さんからいただいた参考リンクも貼っておきますので、ぜひご覧ください。チャンネル登録なども大歓迎です。それでは次回もお楽しみに。この番組は海外日本語教育学会の提供でお送りしました。